ポナビゴルフ2023年春クラブセッティング座談会、よろしくお願いします。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 はい、久しぶりにクラブセッティング3人のを紹介しようという企画になっております。はい、ちらっと話を聞いたら、はいはい、まあものすごい変わってると思うんですよ。なんからしいですね、 C さんはね、うん、すごい変わってると思うんで、うん、話長そうだから C さん一番後、うん、で意外や意外小倉さん結構変わってそうなんで、結構まあそうですね、また試験的なものですねいるので、はいはい、そのお話はちょっと長くなってで、はい、僕あんま変わってないと思うんです。実は珍しい。前回が2022年の4月、はいはい、ね、意外と1年経ってですね。1年早いっすね。1年前なんだ。もうだ、全然そんな感じしないんですよ。1年前、年取ると早いっすね、うん、はい、1年しんみり、はい、で僕あんま変わってないので、はい、僕から今回、はい、紹介させてもらおうと思います。お願いします。はい、ながらよろしくお願いします。はい、何が見たいですか、まずドライバー。ドライバーが今 1,2,3 本ですか。とりあえず3本入っていて、2022年は2本だったんですよあ、まあそうですね、まあ、どっちにしようかなっていう会話だった、うん、ProgressTMAX と MAXLS と、うん、それを開ける前にその MAX と MAXLS は結局どっちになったんですか。 MAX、うん、MAX になったんですね。 MAX の9度。じゃあ LS はそこから脱落をして、脱落しました。で MAX がいる状態のその MAX はそこにいるんですか。今ここにはいません。ってことは家にいます。全く新規の3本がいるの、ね、新規の3本。ほう、じゃあまずそのドライバーね、まあ、どれかが分かんないけどどれかしらから開けていただきたいですね。はい、ここを2ラウンドで使って、あ、これエースかもっていうのをまず紹介します。はい、でしょう、はい、TSR2 ドライバー。鉛ベタベタバー鉛はですね、2g 2g 張ってます。4g 4g、なかなかプラス4g ヘビーな、うん、後ろのウェイトは変えてない、はい、後ろは変えてないです。お、じゃあ単純に重量増にしてるわけですね。はい、で、まあ、シャフト先に言うと、まあ、ロフトは10度、はい、でも A1 ポジションそのままです。はいはいはい、でシャフトはベンタスの TR のブラック6S、はいはい、じゃあちょっと 見てもらおうかな、小倉さんに。はい、はい、このドライバーです。どんな感じですか。意外とまあ、重さを足してるっていうのはあるんですけど、意外とロフト多いのに行きましたね。ちょっと立って構えた方がいいかもしれないよ。え、でもちゃんと右向いた鶴さんの好きなクラブですし。それだけ感想短い。おっおなんとなく自分が短いから違和感はなかったけど鶴さんのにしては短いかなと。これ44インチです、はい、おお、その割にはシャフト短い、はい、あ、軽いですね。あ、6S? はい、そうけど、どう、まあ、短くした分重さを足さなきゃいけないから、まあそうですね。それにしては 4g だと結構軽めだし短い、ね、ちょっと物足りなそうな気がしますけど。なんでシャフトの向き前向いてるんですか。それはですね、突っ込もうと思ったけど、 B2 ポジションで使ってこういう風に使ったりとかしてるので、うん、最近になって A1 に戻しちゃったから、うん、そういう風に向いちゃったりするんですけど、僕は全然気にならないので、うん、まあデザイン的に邪魔にならないですもんね、はい、そのまま使ってます、うん、へ、44インチはたまたま出来上がっちゃった感じ、はい、実は。で、どういうこと？短くなりすぎたなと思って、うん、測ったら44インチで。自分で切ったんですか。うん、で打ってみようと思って打ったら良、はい、くて、はい、ただちょっとヘト軽いなと思って、うん、はい、ベッベッ適当にベッベッって貼って。適当だってその割には貴重面差が出てますけどね。違う違う、適当なんだけど、うん、このぐらい貼ればいいかなと思って、うん、まあ、2g 2g 貼りの、うん、ちょっと重いかなと思って、ちょっと後ろ側 1g ずつ、うん、まあ、0.5 だけ剥がして打ってみたらやっぱりちょっと違うなと思って、うん、でまた貼り直して、結局 2g 2g のその状態が一番気持ちいい。気持ちいい。じゃあ一応もうこれがエースかもって今何かってる、うん、もう44インチは曲がんない、曲がらないし、あと球やっぱりちょっと捕まえやすくなるし、うんうん、もうね
安心コースで振るのが。でやっぱコントロール性もやっぱり出てくる、この長さになると、うん、もう45インチ4525とかだと普通にバーって振っちゃうけど、うん、こうちょっと逃がそうかなとか、うんうん、ちょっと捕まえようかなっていうのができるようになってくる、44インチになるとっていうドライバーです。だんだんこっちに寄ってきてますね。え？え？分かっててえって言わないで来年の今頃 43.75 とか言うかもしれないよ、うん、ただまあいいんですよとってもね、うん、ただ飛ぶかって言われたら、うん、やっぱりそこまでは飛ばないです、うんうん、でまあドライバー4525、うんうん、まあ今標準的なんじゃないですか、はい、でスプーンがまあ43とか4325とかじゃないですか、うんうんはい、でこれ44インチじゃないですか、うん、飛距離もそのぐらいになっちゃう、ドライバーとスプーンの間ぐらいの飛距離にはなるんだけど、うん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 、ただやっぱりミスした時にも林までやっぱり行かないし、うんうん、なんで楽、ゴルフが楽、うん、バタバタしなくなる、うん、それはローグのマックスの時にはやっぱり安定はするんだけど、うん、時々あれっていうのがやっぱあったっていう裏返し、それはローグであろうが何であろうが、やっぱりドライバーで、うん、4525もともと長いクラブあんま好きじゃないから、うん、できるだけ短いの使いたいなと思っていてこうなってはいるんですけど、そこに2本いるということはこれがですねもう1本ありまして、はいよっ、はい、また TSR2 が出てくるというね、うん、お気に入りヘッド、なるほど、はいはい、それは長そうですね、これは普通の長さです、ほう、はい、なんで比べるとこのぐらい違いますね、うんうん、フェース半分ここから見ると、はい、でこっちはロフト9度、うんうん、はい、でこのシャフトも結構良くてジアッタスの V2 は 6X、はい、X なんだ、 6X それ何、硬い柔らかいってこと、僕 SX 使ってるから、あ、そう、硬いのにしてるんだ、俺触れてる時は 6X でもちょっと中間だるいなって感じしちゃうんだけど、やっぱりアッタスのいいところ、 UST マフィアのシャフトのいいところって、うん、ちょっとだるいんですよ、うん、そのだるいのがミス吸収してくれる感じとか、うん、タイミングこう、うん、いい意味で遊びで補ってくれる感じがあるんで、うん、これも結構気に入ってはいます、うん、はい、コースでこれも使ってますけど結構結果は良いので、飛びの長い方と安定の短い方みたいな使い分けですかね、うんうん、でもまあ安定性選んじゃうかな、普通にゴルフする分には。なんか鶴さんが大人になってる気がするなんか落ち着いたゴルフを展開する人になってる、そうで、ただこれで普通にまあラウンドしてればいいけど、うん、例えば、ね、C プロと一緒に回ったりとかして、うん、これ使って、うん、たださえ飛距離差あるのにこれ使って30ヤードとか置いてかれたら、うんうん、そんな差あるんだと思って多分長いの使いたくなるとは思うんだけど、うん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 、けれどなんか今はこの44インチ、うん、気持ちがいいね、うん、すごい好きすごい好き、はい、でこれ気に入って使ってます。ちなみにもう一本は、あ、もう一本はパラダイム、はいはいはい、はい、スタンダードバージョン、スタンダードで、ただちょっとやっぱ捕まえられない感じがあるので、うん、もうヒール側にウェイトガッて動かして、うんうん、で D かなんか、はい、うんうん、ガチャガチャも D にしてます。でベンタスが黒の、はい、でこれも TR 黒の 6S、 6S、 そのドライバーを短くする計画はあるんですか。もったいないなもったいないシャフト切っちゃう、もったいないなあの多分長いのまた使いたくなるんですよ、うんね、したら使えばいいかなって思ってます。なるほど、はい、まあでもこうやって違う長さで、まあ、シャフトも違いますけど、うん、同じヘッドで長さ違いだと、うん、まあ、特性が、ね、変わらないわけですから、そう使い分けはしやすいですよね。そう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 、で、まあ、エクストラとしてパラダイムも置いてあります。なるほど、うん、
まあ、2本持ってるってすごいですよね。そうですね、うん、やっぱりよっぽど気に入らないと同じヘッド2個は手に出さない。ストッチ違いを試したいってことは、うん、先どっち買ったんですか。先に柔道で意外と浮くぞって言ってで9度買ったんだけど、うん、44インチにしたらちょっと浮かなくなるから、うん、そうですよね、うん、でまた10度にして、うんうん、でも9度を4グラムも貼ってそっちも球しそうかなって今ちょっと思ってます。なるほど、ね、慣れてきたからねちょっと球上がるようになってきて楽しそうなね、そう実験材料が楽しんでます、ね、楽しい、はい、いいです、はい、ちなみにね44インチはチップ1.5 ぐらい切ってます、ね、おそんなに、はい、それは上がらんわでも全然大丈夫、うん、自分はもともとベンタスブラックの PR は先硬いから、ね、まあ硬、まあ、いですからね。そう先硬いから先ちょっとぐらい切ってもなんてことない。逆に先切ったらここのちょっとしなるところがそして下がりますからね。下がった分だけ、うん、そうそうそう、それでとてもいい感じです。で、はい、ドライバーが3ついきましたが、いきまして、うん、でちょっと、ね、悩んでるところがあるんですよ、はい、それ何かというと、はい、フェアウェイウッドを普段日本使いの鶴さんが、はい、そうこれまではこれ、はい、シムの5番、はい、変わらずもう大好き、うん、これもうシャフトも込みで大好き、安定の安定のなかなか手放せないシムの5番ウッド、はい、でシャフトがベンタスのブルーの 7X、はいはい、変わってないですね。もう何にも変わってないです、はい、でこれがあまりにもいいので、はい、スプーンも全く同じ。なるほどなるほど、はい、あのステルスのプラスのフェアウェイとかも買ってたんだけど、うん、結局なんか違うなと思って、うん、使わなくなってもうこれを買った買ったなるほど、これを買った買った、はい、ヘッドだけ買ったでシャフトはこっちは、6X にして、はい、まあ入れてもいいかなっていう悩みはウェッジのウェッジもね、ごめんなさい、変わってないんです、うん、ボーケー、はい、セミナインの60度入れてるんですけど、うん、60度あんま使わないので、うん、見てめっちゃ綺麗、うん、フェースめっちゃ綺麗、使ってないので、うん、もうこれ抜いて3番ウッドを入れてもまあいいかな、なるほどなんていうふうに最近思ったりはしてます。シムのフェアウェイといいんですよ。この間僕も引っ張り出して打てたんで今日持ってきてなくてよかったなと思って3番5番を僕まあね、はい、この辺はもうどっちかっていうと進化というより味付けの違いですからね、うん、どれが好みかっていうところになってくると思うので、まあ、シムツのフェアウェイも好きは好きだし、うん、この辺は好きですね、うん、はい、テラメイドフェアウェイウッド僕やっぱ好きです。でユーティがですね、実は2本いたのが1本になった。実はほう、あ、2本いる。新しいの買ったんですけど、ほう、今ちょうどリシャフトしてましてここにないんです。間に合わなかったんです、はい、ほう、はい、明日うちに届くんですけどこれも前から使ってる、ね、はいはいはい、はい、大好きなユーティ、ね、G425 のウッド型ユーティと、うん、T200 のロング、そこは変わらず、変わらずなんですけど、何に変わる、430? T200 ロングがすごいこのモーダスハイブリッドとの組み合わせが大好きで使ってたんですけど、割と得意クラブぐらいな感じで思ってたんだけど、急になんか当たんなくなっちゃって、ありゃ右ペラバーって出るし、なんかダフるし、あれと思って、でちょっと考え直そうかなと思って購入したのが TSR2 のユーティリティ。ちょうど超ペイペイ祭りがショッピングでありまして、おこの機会にちょっと買っておくかと思って TSR2 のユーティを思い切ってこれロフト悩んだんですよ。ひょっとしたらこれの代わりにもなるかもしれないと思って、まさかので、こういって、あれここも入れたらなんかいい感じになるかもとか思って、はい、3本、はい、18、21、24を買って、はい、今リシャフトしてます。それはシャフト何にしたんですか。シャフトは悩んで、今はアッタス HY、はい、はい、ちょっ
となんかサクッと触れる、うん、ちょっとしなり感ある楽な方に行ってみようかなと思って、うん、それを今お願いして届くはずなんで、はい、なんでここがひょっとしたら2本とも入れ替わる、2本変わってるかもしれない。でアイアンも5番アイアンを抜いて、5番は多分抜かないね、抜かない、うん、5番これロフト立ってないから17度ぐらい、27かな、なんでではそこにユーティリティが1本足されてもそのままだから18度の5番ウッド、うん、でその下がロフト1度立てて21を20度にした TSR2、うん、はい、でその下がロフト1度立てた24を23にした TSR2、うん、で5番アイアンになる、うん、予定、うん、3番ついてこれてるかな、そこも含めて悩んで結構今までね14本バンって鶴さん決めてたのが割とこうコースによって使い分ける幅が出てきてる感じしますよ ね他のもの入れて買ってる。これはゴルフのプレースタイルが変わったんですか、それとも何かスイング改造をしている過程でなんか趣向趣味が変わってきたんですか。なんでしょうね、一番はなぜか当たんなくなった、206がなぜか当たんなくなった、あスイングちょっと変わったからかもしれないですけど、うんうん、急に当たんなくなっちゃったから、はい、相変わらずでもこの G425 のユーティは、はい、うん、何分にも問題ない、そんだけ当たんないと思ったら不思議な話です、うん、分かんないんだよね、はい、まあ、そんな感じです、はい、でアイアンは変わらず、アイアンは変わらず T100 そのままで、それの下以外は変わってない感じ、変わパター2本いるよ、パター3本入ってるっすね、サクッと終わるからか、ね、割と多分俺より変わってるよ嘘本当俺より変わってるよパターは、うん、そんなにね、あこれは、はい、昔から持っている、はいはい、出戻り組、はい、これはですね、あのテイラー・モンゴメリーという PGA のツアールーキーがこれ使ってて、はい、めちゃめちゃパターのスタッツいいんですよ、うん、パターだけで結構上位に来てるって言ってもいいぐらいスタッツいいんですけど、彼も未だにこれを使っていて、で自分も取り出して使ってみたらよかった、やっぱいいなと思って使ってます。ゴーストスパイダー S、 はい、はい、もう結構年季が、はい、ハゲハゲボロボロです、さすがにグリップ交換しました、もうボロボロだったんで、はい、というのとインサートとかは別にもういじってない、そのままです、うん、はい、これ前回の時も入ってましたね、はい、アトランタでしたっけ、はい、テイロンアトランタ、はい、これはしばらくずっと実は使ってなかった、おでこの間のラウンドで久しぶりに取り出して使ったらやっぱめちゃめちゃ良かった戻るかもしれない、これ新車戻るかもしれない、うん、はい、良かったこれ。そして鶴原といえば、うんうん、スパイダーマンなので、はい、 X 買いました、はい、まあまあこれもこれから試そうかな。それはスパイダーなんですか、見た目は。これスパイダーです、うん、これはこれ完全にスパイダーです、はい、GT はちょっとスパイダーらしさは薄かったですね、こっちの方がスパイダーですよね、あのね、やっぱここある方が自分も好きで、うん、なんで今回は買いました、うん、前作買ってないんですよ、うん、実は、うん、前作なんかこう猫っぽいやつでしょ、そうです、猫っぽい可愛いやつでしょ、そう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 、それは私が買いました、うん、はい、相変わらずあのスモールスラント、あれ、うん、マックスがウェイトが可変できるタイプです、ね、はい、で、はい、それは可変のついてない、ついてないタイプ、ついてないタイプ、ただ自分は最近ちょっとパターの構え方も変わってきてて、もともとこう結構前傾深かったんですけど、うん、ちょっと立ち気味になってきて、うん、そしたら34インチが短いんですよ、まあまあアドレスが起きたんですからね、うん、でも日本は33インチと34インチしか売ってないんですよ、まあほぼそうですね、アメリカは35も売ってるんですよね、はいはい、だからちょっと伸ばしたいなって思ってるんですよ、うん、はい、なのでこれは今日小倉さんに預けて帰る、かしこまり1日伸ばしてかしこまり、はい、あのリシャフトします、それとも伸ばすだけです、どっちでも大丈夫です、エクステンション、
あ、いや伸ばすだけで、ね、了解しました。はい、はい、という感じですかね。一番のじゃあ大きい変化はドライバー。一番の大きい変化はドライバーですね。あと UT ができてきたら上がちょっと変わるかなって感じです。はい、はい、アイアン以外は結局ほぼほぼ変わってるってことかな。俺はあまり変わってないっていう。変わってないと思う。前工場はどこ行ったか。そして時間も結構かかったよ。変わってないと思う。という感じでした。はい。はい、すいません、時間取りました。はい。いや、なんか圧がすごいな。というわけで今回は、はい、鶴原弘隆2023年春のセッティングでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。参考になりました。新しい鶴さんを見れた気がします。とんでもないです。